貧富の差っていうのはそこから実は生まれる。物を貯められる人が豊かになるわけ。Hello there 始まりました、モリケツチャンネルです。さあ、ちょっと、今。Hello there 始まりました、モリケツチャンネルです。英語よく字幕出てる。ああ、そう、Hello there だけ出てます。ああ、それはもらえるけどね。僕出せないじゃないですか、字幕思ったけど、さっきも。はい、始まりました。第1回目からですね、もう大反響で。もうバンバン反響。同じ服着てるし。第2回目ですね、やっぱ聞きたいなと思ってたのがありまして。格差めっちゃ出るんですよ。格差ってどう、この洋服的に格差ない？そうそう、格差でしょ。そこでちょっとね、森鉄が絶対にその色好きなんでしょ、そのパーカー、はい、そこで俺はじゃあ森鉄それのために黄色いパーカーを着たら、これは森鉄との格差がなくなるんじゃないかと思って、こういう小道具が必要で、世界史の講師だしね、ゼミ予備校講師だよ。いろんなところに出るんですよ、格差が。やっぱり一部の人だけがもう独占してるとか、また格差広がっていくんだっていうんですけど、そもそも格差ってなんで出てくるのっていうところ、歴史的に見れば分かるんじゃないかと思ってるでしょ。ゆずみの講師はいっぱい金もらってて、上層ブルジョアだって、ああYouTuber も意外ともらってるよ。いやいやいや、もうでもヒエラルキーの下ばっかりですよ。ほとんどが暮らしていけるのは本当にだって上位数パーセントだけですから。まあね、いいんじゃない？人間多くなんてもらったらおかしいなっちゃうから。 YouTuber の方、将来心配じゃないですか。格差です、格差。さあ、そんな格差が生まれたの、これだいぶ昔のことを書いてある。そうなのよ。これはね、世界史っていうのはおかしい話で、戦史っていう時代なの。あ、字がない時代。そう、さすがだね。いや、僕だってゆきお先生に習ってめちゃくちゃ記憶残ってるとこです。さすが。いや、びっくりした。それを先に答えるとは。そうなんだよ。よくね、この範囲を世界史だっていう風に定義づけしてるじゃんよ。でもこれ世界史じゃないんだよね。世界史って世界の歴史だから。歴史は文字で書かれるものがあれなんだけど、文字ができるのって紀元前3500年なんだよ。でしょ。それより前だったんだ。文字ねえから戦史なんじゃんこれ。そしたら世界史やねえじゃんな。これを3学期の最初に話す。よく覚えてんね。いやマジ、何年前の話してんの。やば。意外とマニアですこの人。これでも授業でめっちゃ話しました。あ、そうそうそう、これ重要なんです。でね、だからその時代なんだよ。で、1万年前っていうのはいつぐらいかって、なんとかピテクスみたいなやつが古すぎ、古すぎ。これは氷が溶ける時代。寒かったのが暖かくなったけど、ちょうど日本列島ができる時なんで、クロマニヨン人がいなくなる時代なのね。で、そうすると暖かくなるから土が出てくるじゃん。で、種まけるから物を育てられる。つまりこっから前は物が育てられないので、拾って食べる、動物殺して食べる。でもこっからあとは溶けるから物まけるじゃん。で、作れるでしょ。しかも動物、家畜飼えるわけ、殺すんじゃなくて。そうすると何が起こるかというと、貯蓄できるんですよ。これがもう前と後ろの違い。獲得経済、貯蓄はあんまりできないんですね。で、こっちは貯蓄ができるから、もともとの格差っていうのは、貯蓄ってどうでしたっけ？ちゃう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 、またしく、これだろ、これだろ。そう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 。まあこれね、日本史の人だってね、農耕牧畜とかね出てくる。そう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 、あ、そうそう、そのまさにその頃なので、こうなると何がポイントになるかというと、物を貯められる人が豊かになるわけさ。頭のいい方ですよ。あとはきちんとコツコツできる人じゃん。こっちは力のある人が勝ってただけだから、そうなってくると形が変わってくるんだよね。だから力よりはどっちかっていうと頭で生きていく感じが、貯蓄ができるようになる。下が頭が悪いじゃないですよ。だけども貧富の差っていうのはそこから実は生まれるっていうことなんですよ。これはもう中国も同じ。2700年か800年ぐらい前ぐらいからこうなってる状態で、ずーっと続いてる。ずーっと続いて、今の多分その英文のポイントになってくる。大きくこの差を分けると大体3段階。いつもフランス革命の勉強した時にさ、こんなのやんなかった？こういうやつ、アンシャンレジ。そう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 。これって絶対3段になってたじゃん。で、これが僧侶で、これが貴族で、これ平民なんだけど、平民の中も3つになってるのこれ。おお、へえ。ピアン派、ジロンド派、ジョコバ派ってんだけど。はいはいはい、やりましたやりました。そうそう、それはまあ別に世界史じゃなくてもね、平民の中でも差があるじゃん。その平民の差ってのはこれなのよ実は。おお、なるほどなるほど。で、これはもしだよ、今の世の中に合わせると、これは例えば楽天の三木谷さんとか、孫さんとか、ソフトバンクかな。で、これは駅前のコインランドリー田中とか、八百屋の鈴木さんとかっていう、いわゆるちっちゃい会社、中小会社がこれです。で、これはそこで働いてる人。つまり、まあ、こういう可能性はあるよね。こういう感じね。雇用者。雇用してるってことですね。これが、この3層が生まれちゃう。で、やっぱり最初はこことここが近い。近いここが。なので、こことここが協力して、で、これを倒すっていう革命があるんだよね。これは19世紀とかにいっぱいあって。でも、まあ分かると思うけどさ、例えばだよ。俺が、これが俺だって、俺ならしがない労働者ですから。いやいや、しがない労働者。で、ブルジョア労働者。代々木ゼミナールからお金をいただきまして、働いてるわけですよ。で、代々木ゼミナールは、まあこれではないけど、まあここの関係だとしてください。で、協力して上と戦ったけどさ、本当に仲がいいかな。ああ、なるほど。だ例えばコンビニで働いてるバイトの人とコンビニの持ってる人とかは本当に仲がいいんだろうかって。仲がよく見せてるだけだって、実はそうでもなかったりするんじゃないのっていう話なわけよ。そしたら、いつかは絶対これ、利害がぶつかり合って喧嘩になる。ただ絶対にお金持ってる人に勝てないわけだし、例えば代々木ゼミにお前クビだって言われてもクビなわけさ。いくら何人集まって言ってもね、他の先生集めて授乳でやっても多分俺だけクビね。大丈夫なの？大丈夫なの？この例がっていう感じになるから、そうするとこの人たちは勝てないわけさ。なので結局この差がまた激しくなる。これはこっちに近づいて、頑張った人はこっちに上がれちゃうわけですよ。だからそうやってここの方の入れ替えはあるのに、ここだけがこうどん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 下になってくる。で、数が多いじゃん、こういう人、この労働者から。それがいわゆる仮想っていう人たちに変わってくる。仮想がすごい出てくるのはまさにこの時代で、その機械化がいっぱい進んで、で大量に人が働けるようになり、こういう雇用と労働っていう人たちが生まれた時に初めて、この時代に格差が一番ガサって開いてしまう。でも助けなきゃいけないじゃん、これ。でもこの人たちって一人一人じゃ戦えないでしょ。どうすんのこれ、一人一人戦えないっつったら、こいつらが組むしかない。これがいわゆる労働組合ですね。になる。自分の強いやつ。あんの？最強じゃないですか。でもね、この人たちを救うのはこの人たちじゃ救えないんだよ。彼らが集まって戦ったところで勝てないんですよ、絶対に。だから潰されちゃうじゃん、こいつらに。そうだね。ってことは、彼らを助けるのは誰かっていうと、彼らなんですよ。この中ですごくいい人がいるじゃん、労働者のためにみたいな。そういう人がいて、そういう人がこの人たちみんながいろんなことをしてあげるんですよ。ロバート・オーエンとかっていう人とかね、ルイ・ブランとかって人はそういう人なの。いわゆる自分が割とレベルが高い人で助けてあげるっていう。これは日本にもこういうのがある。でもこれが形上格差が出てくるのを助けてあげる方なんだけど、結局それは空想的って言って最初にうまくいかないんですよ。そこでなんとかさんが出てくる。あれだな。これだ。出ました。マルクス主義の。テスト出るこの人。あ、マルクス出てきます。さらりと書いてあってみんなわからないとかいっぱいありますよ。この人はすごいですよ。この人は何かというと、この人が助けてくれないんだよ。無理なんだって。だからこいつらが団結して、もう暴れて戦うしかないって。でもことごとくね、19世紀はやられるんだよ。勝てない。これがようやく20世紀になってレベルが上がる、この人じゃん。レベルが上がり、この人が苦しんでる時になら勝てる。それが有名なロシア革命に。来ました。つながりますね。まあそうですね、みんなね、資本主義もわかんない。ああ、そっか、その話は。社会主義もわからない。マルクス主義もわからない。次は、ちゃんとそれをちょっと聞きたいなと思って。勉強しなきゃいけないね。資本主義何？ああ、難しい。わからないことに。それも出る。あ、もうめちゃくちゃ出てきます。資本主義と社会主義なんてわかんないでしょ。そうです。で、それがまたさらりと書かれてる時も結構多くて、長文中に。で、やっぱまあ、入試問題の良くないとこというか、インテリ層に向けて書かれた文を出してきたりするんで、背景知識がある前提で書いてこられるっていうのが変わんないね。だって受験生なんてね、そんな頭良くないもんね。40代とかが読むような雑誌をね出されてどうすんだってね。資本主義社会主義なんて、これさ、臨生の人とかはすごい細かく知ってるけど、そこまでいらないんですよ。逆にそんなに細かくやっちゃうと余計分からなくなっちゃうから。じゃあ次はそれを聞いてみたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、シュクラマサラマ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。